開催中のウィンブルドン選手権でテニスの全仏オープンで起きたボールガール失格事件についての弁解や反撃をぶちまけて物議を醸し出しているマリエ・ブズコバチェコが6日に自身の公式インスタグラムを更新その問題には触れていないが空気を読まない言動に再び世界中から非難を浴びる炎上騒ぎを招いた 一方全仏で失格となった加藤ミーザイマックスはアルディラ・スーチャディインドネシアとペアを組んだ望んだ女子ダブルス1回戦に快勝したが全仏に続く連覇を狙った混合ダブルスではペアが変わった影響からか1回戦で敗退を喫した日本時間の今日8日には渦中のブズコバ組が女子ダブルス1回戦に登場する 対戦相手のラストゲームに敬意を示したが、弁解や攻撃で再び世界中の非難の的となっている状況に気がついていないのか、それとも、そんな声など全く意に介していないのか、家中のブズコバが自身の公式インスタグラム、アットマリーイーブーを更新し、まだコメント欄が炎上する騒動を招いた。 開催中のウィンブルドン選手権で女子シングルスにもエントリーしているブズコバは、現地時間6日の2回戦でアネット・コンタベート、エストニア、2、6の1、6の2でストレート勝ち、3回戦進出を決めた直後に SNS を更新した、アネット、あなたの素晴らしいキャリアを祝福します。 あなたがいなくなるのは本当に寂しいし、あなたが戻ってくるのを私たち全員が願っています。ネットを挟んでコンタベートと笑顔で向き合い、敗者をねぎらうように、自身の右手を相手の背中へ伸ばしている写真ともに、ブズコバは英語で綴った。昨年6月にには、は、世界ランキンンキグ2位に名を連ねていたコンタベートは 今回のウィンブルドン選手権を最後に現役を引退すると表明していた腰椎椎間板変性症に悩まされ本格的なトレーニングや競技生活を続けるのは難しいと苦渋の決断を下していた混合ダブルスにもエントリーしているコンタベートだが WTA ツアーで6勝を挙げるなど長く第一線で活躍してきたシングルスはブズトバ戦が最後になった ハートマークやスマイルの絵文字も添えられたブズコバの投稿にはコンタベートへのリスペクトとともに病魔を克服した先には復帰してほしいという願いも込められてきたしかしブズコバが置かれた状況がコメント欄を炎上させたブズコバが悪役として非難の的となったのは6月の全仏オープンの女子ダブルスで加藤スーチャディ組と対戦した3回戦 第2セット途中のポイント間に加藤がバックハンドで返した球がボールガールの首付近をダイレクトで直撃審判は最初加藤へ警告を出したがブズコバとサラソリベストルもスペインが失格じゃないのボールガールが泣いているじゃないわざとじゃないのと激しく抗議加藤は故意ではないと説明したが協議の上 スーパーバイザーが危険行為による失格を通告したスポーツマンシップに欠ける行為とともに失格を勝ち取り北くそえんでいた姿が世界中のテニス関係者やテニスファンから批判された以下はネチズンのコメントをまとめたものです要するに普段から加藤さんのことを問題視していて彼女の返球がボールガールに当たって泣き出したののをこれ幸いに血が出ている わざとじゃあないのと審議も定かでないネガキャンを公然とやって審判の判断をねじ曲げ意思返ししてやったということですよね。自分たちの方こそ悪意を持って加藤さんを悪者に仕立てておいて被害者のように振る舞うのは通用しないと思うこれのどこがスポーツマンのやることなのかと世界中の人々は思っているのでしょうね。 あんな SNS の更新で自分たちの正当性が認められると期待する両県がちょっとよくわからないと思う後出しじゃんけんでは何とでも言えるむしろこんな投稿をして炎上しないわけがないとは思わなかったのかな沈めたいのならもう一人スペインの選手が沈黙しているのがある意味正解なのかも発信すればするほどどんどん不利になっていくと思う 困ったものですね。何か言うならまず素直にやりすぎましたと言えば良いのにね弁解するのも判定は自分たちがしたんじゃない笑いは加藤さんを笑ったのではないそれだけで十分なのに非難されいることを加藤さんのせいにしたり責めたり悪口言ったり審判でもないのに失格が当然などと言っては誰も擁護できなくなっちゃうでしょ アドバイスする人がいないのか聞く耳を持たないのか少しおかしくなってきたのか知なのか分かりませんがブズコアは「余計なことを言って余計に深みにはまっていっている」「彼女がボールガールへ謝りに行くまで10分ほどを要していた」とかビデオの編集に不満があっただろうから言ったのだろうが言っていることは全て自身の行為と関係ないことばかり」 仮に加藤が以前からイライラしていたりしても今回の件で自分を正当化する理由になんかならないだいたい、チェコ出身のレジェンドナブラチロワにまで恥を知れと言われてるナブラチロワは大げさに言えば女子テニス界ではベーブ・ルース級のレジェンドだろ自国のレジェンドにまで非難されているのに逆ギレして相手が悪いなどといえば結果がどうなるかわからんのかね 自分たちのプレーに対しての抗議ならともかく、ボールガールへの行為に対して審判が最低を下したにもかかわらず、抗議をすることはスポーツマンシップに欠ける行為。失格を狙う以外にあれほどしつこく抗議する理由が対戦相手にあるのだろうか。ブズコバ選手は、批判が日本だけからではなく。 世界中のさまざまな国の人たちから批判されているという現実をもっと真摯に受け止めた方がいい本心から自分は悪いことをしていないと思っているのかもしれないが今の現実が世界の判断なのだから世界中を敵に回してでも自分は悪くないキャラを貫きたいのであればそれでもいいが批判は止まらないよ加藤の振る舞いが普段から悪く 以前にそこ面で処分を受けたこともあるのは事実日本メディアは自国選手だからとそこをすっ飛ばして悲劇のヒロイン扱いしているのはずっと違和感があったボールガールへの返球が強かったのも間違いないし審判も注意したからそこまでは加藤が悪いが。 それからのオーバーリアクションとボールガールが出血しているなど虚偽の報告で失格まで追い込んだのはどう考えても正当化できない例えば好かれている人と嫌われている人が同じ言葉を発しても聞いた人の感じ方は全く変わりますからね競技以外での振る舞いをする場合周りに流れている空気を読むことも大事になってくると思います 虚実を織り交ぜて審判へ執拗に抗議した結果として加藤氏を失格に追い落としその現場で危機とした顔をしたことにより多くの非難が向いたことでまた失格に追い込んだ相手をこの問題とは関係ないことをあげつらって口汚く悪意を持って非難するとはもう完全な悪役キャラが定着しました今後はプレー以外でその役割を演じてこそプロと思います